当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、北アメリカ大陸東部に位置するカナダシムコー湖は、世界中から数多くの観光客が訪れる風光明媚な湖である。しかし地元ではこの湖の深い湖底に数百年にわたり謎めいた怪物が住んでいるとまことしやかに囁かれてきた。いつからかその怪物はイゴポゴと呼ばれ、地元住民を恐怖に陥れてきた。その正体は常に謎に包まれており、数多くの人々がその存在を信じながらも全貌を知る者は誰もいないのだという。イゴポゴとは単なる伝説なのか、それとも実在するのか。今回は多くの人々を魅了し続けるシムコー湖の謎の怪物イゴポゴについてご紹介する。カナダオンタリオ州南部シムコー湖、この湖はアメリカ五大湖のすぐそばにあり、州内で4番目に大きな淡水湖であり、最長およそ30キロ、最大幅25キロ、表面積およそ744平方キロ、平均水深およそ15メートル、最大水深およそ41メートル。小さな島々が点在するこの美しい湖は、17世紀に初めてヨーロッパ人がここを訪れた時、地元先住民ヒューロン族によって美しい水を意味するウーエンテイロン区と呼ばれていたのだが、カナダの初代副総督ジョン・グレイブス・シムコーが現在の呼称をシムコー湖に改称したのだとされる。そしてこの湖には古代より謎の怪物が潜んでいるのだと語り継がれ、現在では地元の漁師によって有名なオカナガン湖のオゴポゴ、マニトバ湖のマニポゴに習い、イゴポゴと名付けられたのだという。イゴポゴの身体的特徴については、全長およそ 3.5メートルから6メートル、体色は灰色の細長い胴体をしたシーサーペントタイプで、首が長く、その先には牙を持つ犬または馬のような頭部を持つ。また背びれと尾びれもあるのだと言われている。そして時折呼吸のため水面に頭部を持ち上げるのを目撃されていたり、体を上下にうねらせて泳ぐ姿も目撃されていることから、水生哺乳類ではないかと推測されている。次にイゴポゴの目撃情報についてご紹介する。1823年、この土地の初期の入植者デイビッド・ソウルズとその兄弟が2人でシムコー湖湖畔で羊を操っていたところ、湖面に巨大な謎の生物が鉱石を残しながら泳ぐ姿を目撃。やがてその生物は水中へと姿を消したのだという。1963年7月22日、シム高校を訪れていた牧師の LB ウィリアムズは、湖面に全長およそ10メートルから20メートルの灰色の体色をした背びれを持つ蛇のような謎の生物が水中をうねる姿を目撃。1979年8月には地元在住のとある女性とその友人がシムコー湖湖畔の道路を車で走行中、湖面に巨大なコブを目撃。後にその情報を地元新聞社へと提供した。1983年6月13日、海軍の水中ソナーのオペレーターウィリアム・スクリペッツがシムコー湖で長い首を持つ巨大な生物のソナー撮影に成功。しかし会議論者からこの件について、撮影された生物は単に魚の群れの誤認であると示唆されている。近年では1991年にシムコー湖で行われた水上飛行機の大会で、この大会に参加していた男性数名が湖の南端でエンジントラブルのため飛行機を修理していたところ、突然湖面から黒っぽい体色をした巨大な謎の生物が出現。この生物は驚く男性たちを見つめていたのであるが、やがてゆっくりと頭部を下げ湖面へと姿を消した。そしてこの模様は大会の観客が湖岸でビデオ撮影していたのだという。この映像については、未確認生物研究家ジョン・カークが大会関係者から入手しているというのであるのだが、世に出回ってはいないためか、もしくはドロップが知らないだけか、見たことがございませんので、どなたか情報をお持ちという方がいらっしゃれば、
ご一報いただけると幸いです。そしてこの写真はシム考古の謎の生物イモポゴを撮影したものだとされている。岸から湖面を見つめる二人の子供、そしてその先にはアーチ状に水面に現れた二つの謎のコブ。ちなみにこの写真についてのその詳細は不明であるため真偽のほどは定かではない。イモポゴのその正体については長年この生物について研究している未確認生物研究家ジョン・カークは、様々な目撃証言のその特徴から海から川を経由してやってきたアシカやアザラシなどの棄却類動物ではないかと推測している。また一部の研究者からは原始クジラ類の一種バシロサウルスの生き残りではないかという説も挙げられている。バシロサウルスとはこのチャンネルでも未確認生物のその正体候補として過去たびたび取り上げてきたのであるのだが、今からおよそ4000万年前の温暖な海域に生息していた現在のクジラの先祖にあたる生物で、現代のクジラより細長い体型であったため、このイモポゴがシーサーペントタイプの生物として目撃されてきたのではないかと考えられている。さらにシム考古近隣に位置するアメリカ五大湖と呼ばれるスペリオル湖、ミシガン湖、ヒューロン湖、エリー湖、オンタリオ湖、そしてエリー湖とヒューロン湖の中間にあるセントクレア湖でも、これと同種と思われるシーサーペントタイプの未確認生物が目撃されていることから、研究者の間ではこれら湖同士をつなぐ河川を呼び、まだ発見されていない湖底トンネルなどを使って湖同士を行き来しているのではないかとも推測されている。いかがだったでしょうか。シム考古の怪物イモポゴ、残念なことにこの生物は1990年代を最後に、現在ではその目撃は途絶えてしまったとのこと。死に絶えてしまったのか、もしくは研究者が推測するように湖同士をつなぐ河川や未発見の湖底トンネルなどを使って他所の湖へと移動してしまったのか、その辺については分かりかねますが、これといった調査も進展しないまま、未だ正体は解明されず謎だけが残ったのでございます。ドロップの希望としては、生きてくれさえすればいつかこのシム考古に再び戻ってくる日が来るかもしれませんので、その時こそこの生物の謎が解き明かされたら良いと思うばかりでございます。それとも謎は謎のままの方がロマンがあって良いという考えもございますが、皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に楽しいもんですね。またお会いしましょう。